軍のために。はい、どうもニーナです。今日もスターウォーズバトルフロント2プレイしていきたいと思います。久々のこ1時間全く勝ててない状況ですね。まあ、大体こう同じくらいの戦闘能力のバランスだと、攻撃側はやはり目標を達成しながら前に進まなきゃいけないんで、どうしてもこう阻止されてしまい負けてしまう。まあ、反転して防御側になるとこちらが相手の根拠を阻止し勝ちと、こうまあ拮抗してれば攻撃負け防御勝ちって感じで、多少バランスよく進むはずなんだけれども、そういう感じではなく、きっちりガンガン負けるというね、なかなかの展開を迎えてまして。ただ味方殺されてんのか。ただなかなか敵も味方も結構低レベルの一桁台のレベルの人がちょろちょろとしてるので、まあ、新規さんがいっぱい増えてるのかなというポジティブな意見に変換して、ならやはりアウツバイビーからやっている我々がきっちり、おっと、合格の子ってるね。少しでも進めよう。さすがに来ると思うけど、危ない。あれ、コンピューターいってるみたいなの出てないね。ただ防火格納庫も結構厚めに人いたんだけどな。真ん中攻めあぐねてるのか。でも上に人いないってことはだいぶ真ん中近くまで迫ってるんじゃないの。真ん中押してほしいんだけどな。あー、上ちゃんと見られてんのか。どうしよう。メインコンピューターを乗っ取る。ほら、後ろからずっと撃たれてたのか。どっか割らせたいな。どっか割らせたいんだけど、真ん中突破が難しいんであれば他を先に落とすってのも手なんだけどな。真ん中いないね。これは上に反応があるだけだね。いや、荒ぶりすぎ。今荒ぶりすぎ。いいよ、君押すんだ。真ん中の敵はだいぶ一掃できたでしょ今ので。隣にいるぞ。くっそー、乗っ取りを進めてる。敵は気づいて反撃が来るぞ。これ厳しいな。また敵出てきちゃうな。困るからダメなんだよ。様子を見るんじゃなくてもうすぐ行く、すぐ行く。様子見は必要ないっす。すぐ行く。デストルじゃねえか。っていうか来て来て来て、周りの敵倒しないで。いやー、ダメだな。反乱同盟軍のために。やっぱあれか、作戦行動なんたるか分かってない感じだよな。燃料ステーションで任務に当たる。
ダメだね。どっちも3発的って感じか。しっかり守られてるよな。開くんだけどな。ウォーカー格納庫のオーバーライドを開始。押して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 。うわ、ギリギリダメか。ウォーカー格納庫のコントロールを喪失。メインコンピューターのオーバーライドが進行中。いやいや、街はない。そこで止まっちゃダメなんだよ。様子を見るとか止まるとかっていう行動がほぼほぼ必要ないんですよ。これ一気に取れるじゃん。いや、なぜそれが最初からできない。チケットがもったいない。チケットがもったいない。だいぶ減っちゃったな。システムを完全に掌握。ウォーカーが起動する。だいぶチケット持ったなかったな。いや、できたでしょう。ライト点灯。全体ホースと共にあらんこと。様子見とか必要ないんすよ。全身あるのみです。離れず防衛者。帝国はおそらく蛍光ロケットで迎撃してくる。早きこと風のごとくですよ。風林火山、風林火山。手を貸せ。まだいる。いや、さすがに一人じゃきついか。くそー、落下死する。いや、特にここはもうほぼほぼ撃たせないくらいでいかないと、どうしても最終基地は撃ちやすくなるんで、そこで 2,3 発もらうことを計算し、いやー、撃たれる撃たれる。世代に負けない勇気がある。デストロいたよな。どこ行った？デストロ見失ったな。ダメか、撃たれるな。デストロいるんだよな。デストロどこ行った？あれ？デストロどこ行った？あ、デストロもそっちまで逃げたんだ。いや、ここであんまり使いたくないけれども、ATST とかいないかな。いるじゃねえか普通に。痛い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 。見えない見えない見えない。少しでもライン上げるしかねえな。嫌な感じ。近い。フォースの力よ。悪いわね。あ、ナイスヨーダ。なんか上にいるな。
危なかった。強い焦りと怒りを感じる。さあ、どこ？マスターヨーダ、お前には見えていなかった。どこ行った？え？危ない。やつらを感じる。くそ。ヨーダと共に戦線上げたけどな。とりあえずあそことこっちを持たれなければいい。味方じゃ。サンキュー。いやちょっと ST は無理だぞ。ヨーダ ST はきつい。 ST はきつい。ちょここも一旦あれにしよう。隠れてる。来てるね。オッケーオッケーオッケー。フェーズを進めたのでかい。ちょっとナイス、ありがとう。ナイス援護。ちょっと一旦戻っていい？ちょっとあれが欲しい。索敵が戻す。あー向こうか。爆発する。危な、危なっていうか食らってる。普通に食らっとるやないか。びっくりした。そういるな敵。索敵欲しいな。嫌な感じ。そこ。なんだなんだ。すげえ曲がった。うおー引かれた。平気殺された。懐かしい。もはや懐かしいっていう。懐かしの引き殺されですね。いや懐かしいんだろ場合か。頼むだルーク、ごめん。アホ死にした。クソ、頑張ってライン上げたつもりだったんだけどな。これは助かる。なんかいるじゃん。何がいる？いや当たんね。マジか。ウォーカーは外壁を通過中。最終目的。いやこれ厳しいな。なるべくあのスピード早く殺さないと。よくあれだよな、もう綺麗にコントロールできるの。さすがにフルエピックだけあってうまいよな動かし方が。俺なんてすぐ木にぶつかってねえ、あさっての方向向いてる間に蜂の巣にされるとか普通にやられるもんね。いやーこれ21守りきるの厳しいね。何せリスが遠いよ。前の方に持ってきてくれて落としてるのか。うわすげえパルパティンがいる気配がする。いてー。おじいちゃん追いかけろ。発していく。ダメか。
撃たれてる。なんとかこれ阻止していかないと。あと2発耐えれるか耐えれないかか。え、連続して撃たれてる。違う、どこ向かってんのこれ。あー、頑張って、これなんとか。もうスピードがある。いや、撃たれてる撃たれてる。マジか、阻止できてないのか。いや、撃たれる撃たれる。いやー、マジか。ダメかー。くそー、マジか、そんなに撃たれてたか。ST か、ほとんど ST 見なかったっていうか、あのヒーローの時に見た ST は誰も落としてないんだね。やっぱあれか、イオン魚雷まで出てないのかな。今レベルいくつでイオン魚雷が解放かはわからないから、やっぱこう新人多めの組み合わせだと、よし、イオン魚雷は誰かが撃ってくれるからっていうような考え方だと、あんな感じでビークルにやられちゃうなんてことがありますね。いやー、ここはしっかりやるべきでしたね。ご視聴ありがとうございました。ウォーカー登場。また見てねー。